こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マーケットブースター、これはいいスタートを切りました。ハイドロカリド、この馬も好スタートを切りました。エズード、前に行きそうです。ミホノブルボン、それに続いています。さらにはシックステンダー、6番ハイドロカリド、その後ろ上海、後方に控えました。前に戻りましょう。ライオンキャバーン、先手を取りました。すぐ後ろにエズード並んで、15番ザフレンド、好位置をキープしています。ミホノブルボン、シックステンダー、すぐ後ろ並んで、10番マーケットブースター、ミラクルイレブン、この馬もこのグループ。すぐ隣にハイドロカリド、その外からキットウッド、これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前はライオンキャバーン、エズード、ほとんど差がありません。3番手にミホノブルボン、絶好の手応え。ミホノブルボン、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ライオンキャバーン先頭、ミホノブルボン先頭、あと 200m、 ミホノブルボン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。マーケットブースター追いすがります。ミホノブルボン、もう一伸び。ミホノブルボン1着、ミホノブルボン1着、2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ミホノブルボン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ウォーターフォレスト、これはいいスタートを切りました。レガシーシェーバー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくレガシーシェーバー行きました。続いて前へ行くのはメジロマックイーン、さらにはグランパズミラクル、1番ウォーターフォレスト、その後ろもう一度先頭から、先手を取ったのはレガシーシェーバー、並んで1番ウォーターフォレスト、その外にアイランドワイン、その隣にニュースカラーズ、好位置をキープしています。メジロマックイーン、グランパズミラクル、そのうちに続いています。その隣にレンドチェスト、グレートショット、すぐ後ろ赤の帽子バーボンパレス、その後ろすぐ隣にゴー&ゴー、その外にシャトーベルベット、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から、先手を取ったのはレガシーシェーバー、その隣にウォーターフォレスト、メジロマックイーン、好位をキープ、オレンジの帽子ニュースカラーズ、その後ろグランパズミラクル、そのうちに続いています。並んで16番アイランドワイン、その外からグレートショット、その隣にゴー&ゴー、その外からシャトーベルベット、ピンクの帽子グリーディークレア、その後ろすぐ隣にオープニングシーン、その横にリトルチャンス、最後方にディバインフォーチュン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。9番レガシーシェーバー、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード。12番メジロマックイーン、2番手を追走しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から、先手を取ったのはレガシーシェーバー、12番メジロマックイーン、2番手を追走しています。オレンジの帽子ニュースカラーズ、その後ろその後ろからはウォーターフォレスト、並んで16番アイランドワイン、レッドチェスト、すぐ後ろその隣にグランパズミラクル、ゴー&ゴー、すぐ後ろ赤の帽子バーボンパレス、その後ろすぐ隣にグレートショット、シャトーベルベット、それに続きますピンクの帽子グリーディークレア、その後ろここでニュースカラーズ、先頭に変わりました。2番手はメジロマックイーン、絶好の手応えです。レガシーシェーバー3番手、さあメジロマックイーン、このまま逃げ切れるかどうか。先頭はメジロマックイーン、メジロマックイーン先頭、2番手はニュースカラーズ、追いすがる、やはりメジロマックイーン先頭だ。残り 200m、 メジロマックイーン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にバーボンパレス、バーボンパレス、バーボンパレス、1着、2着にはどうやらメジロマックイーン、勝ったのはバーボンパレス、見事な勝利です。
京都競馬場本日の第5レースの発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。大鳥来た前に行きそうです。これに続いてミスティルーラ、その外にシャープハーバー、赤の帽子ダビッポサウンド、その後ろすぐ後ろにユリノシスティーナ、並んで7番セントブルー、最後方にアリゾナハント、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。1番大鳥来た依然として先頭、2番手に2番西のフラワー、これに続いてダビッポサウンド、黄色の帽子ミスティルーラ、その後ろ前は大鳥来た、2番手は西のフラワー、絶好の手応えです。シャープハーバー3番手、さあ西のフラワーこのまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭は西のフラワー、残り 200m 後続を引き離しにかかります。西のフラワー抜けた、このまま決まるのか。2番手はアリゾナハント、西のフラワー独走、西のフラワーぶっちぎりです。西のフラワー1着、2着は微妙です。これはものが違う、西のフラワー。